ち社会社会。今日から3月です。おはようございます。これなんていうの、鳥なんていうんだっけ。おはよう。何鳥、トリッピーでいいか。コロイチさん、大塚さん、雪風さん、ゆうゆうさん、つーまさん、ありがとうございます。カープのチケットのため並んでます。お、すごい、シャカシャカ来てる。そう、19歳です。ビルマさん、ありがとうございます。久々に来れたぜ。 お久しぶり。中郎さん、 TWA さん、ありがとう。行くほどきついわ。伊藤美月さんのことを考えて乗り切りました。お疲れ様です。なんなんじゃろ。今日は起きました。おはよう。ひろちゃんさん、こばちゃんさん、バンジェラモンスターさん、ありがとうございます。昨日知ったんですけど、楽しいです。ありがとうございます。野沢さん、ありがとうございます。あ、アスカさん、あ、アスカさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。アスカさん、おめでとう、おめでとうございます。おめでとう。ひろのりさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。ひろのりさん、おめでとう、おめでとうございます。おめでとうございます。いっぱいいる。月さん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。月さん、おめでとう。
ポップさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。トップさん、おめでとうございます。おめでとう。イシケンマシンさん、ナムナさん、ありがとうございます。STU メンバーも3月で誕生日多い多い。みゆみゆ、みゆみゆ、ゆらさん、ちほちゃん、3月20、そのぶさん、ふくちゃん、あともう一人おった気がするな。おはよう。3月のことみつきって呼んでる。いいね、それいいですね。こみたんさん、ありがとうございます。ころいちさん、ありがとうございます。あずかさん、ありがとうございます。琥珀どんな感じですか。どんな感じ、どんな感じ。楽しい感じです。今日卒業式、お卒業式いってらっしゃい。聞いてくださいよ。 OK さん、朝日上島の和さん、ありがとうございます。おはよう。昨日の夜、3月になったから七並べのカードガチャ10連を回したんですよ。でも何回回したんじゃろ、結局3万4000コイン分回して、で3万4000円分回して、全然昔の自分、羽子板の時の自分ばっかり出てきて、それであーって思ってたんですけど、一番最後に回した4000円分、4000コイン分で、なんと なんとその一回で自分の今月の私服カードの星4と星5が一気に出てきて、そう、しかもなんか星5はあのキラキラしてないカードから出てきたんですよ、白い方から。そう、びっくりした、すごかった。ゆうゆうさん、ありがとうございます。そう、今日はね自然光なんですよ、だから明るい。七並べは今1位。ほんと？キープキープ。お支持からやばそうね。あの今日は1日ということで、七並べの表彰は夜やりたいと思います。
はよ、晴れてますよ。なんか黄色いけど空が。花粉？みちの顔一番タイプ。ありがとう。すっぴんなのに。チューローさんありがとうございます。花粉見える、大体わかるくない？黄色いなみたいな、世界黄色いなって。まだより撮り始めて、ありがとう。すっぴんなの。あ、口は塗ってます。おはよう。口は塗っとったわ。昨日ぶりにやけど、みちゅちありがとう。今のかかわいい。本当？昨日のチーズハットグの写真いいよね。あれなんかバイオリンを弾いてるイメージなんです。コロイチさん、タイガーマスクさんありがとうございます。平田くさんありがとうございます。涙袋。赤い。伝わらなかった。そっか。おはよう。もばめ今月もよろしくです。ありがとう。お腹すいた、わかる。お腹すいた。何が食べたいだろう。 Thank you。 裏でより見てからうなぎずっと食べたい。あー、ごめんなさいね。おはよう。お花見。良平さんありがとうございます。朝から親子丼。おいいな。どっちの親子？七並び道欲しすぎて課金しそう。うわー、あれね、でん時全然でんもんね。あすかさんありがとうございます。心がざわざわしてる。最近ちょっとね、好きな人できたから、なぜだか扇風機に向かってあーって言いたくなる。あー、鶏肉と、もう一個はイクラと鮭。鮭ででででで。で、ひなたくさんありがとうございます。鮭いてんごろくとち。そうよ。いやー嬉しい。今月は七並べ、今月も頑張ろう。惜しかったんですよね。先月は
140何位でした。マックシェイク飲みたい。確かにマック行きたいな。おはよう。そう、あの毎日22回ぐらい七並べしようかなって思った。最低22回。マックは何バーガーが好きなの？あのチキンフィレオか照り焼きかぐらいしか頼まん。癒される。お祝いしてもらえたから今日とても幸せ。よかった。かずきさんありがとうございます。22件のはどこから来てるんですか？私は STU のオーディションで三次審査の時にオーディションナンバーがあったんですよ。それが22番だったんです。受験22を大切にしております。北野一志さんありがとうございます。ハート22個割るのはなかなか大変じゃないですか。そんなに？じゃけーラッキーナンバー。そうそうそう。早速未知のシークレット出ました。私も。それじゃあ先また。おはよう。ハート22個って100回はプレイしてるじゃん。7並べやろう。22万ポイントな。出席番号22番。そりゃ運命や。そりゃそりゃ。おはよう。七並べ公式ツイッターの島田さん。あ、なんかおはんの方がつぶやいていらっしゃるの見ましたね。びっくり。星1のやつをね。総合ランキング5位。おめでとう。ありがとう。あの表彰夜しますので。夜します。おはよう。何時頃七並べしてること多い？お昼ばっかり。なんで自分なんじゃろ。あ、やっぱりいろんな人のに帰ってる。ちょっとそうかなと思いました。おはよう。今度から居酒屋の靴箱22番にします。自分もよくやる。いいろんなことが。最近22っていう数字意識しちゃう。いいことや。そりゃいいことや。今
今日朝起きたらなんかめっちゃ目が乾いてて、昨日の朝ぶりで、そう目がもうシワシワシワこんなんだった。数十年前22歳でした。そりゃあれや、運命ですね。髪切って黒染め、おお。花粉症じゃない、普通に寝て起きたらさ、ちょっとさ目乾燥しとることないですか？ついこの間みちに会ったのに。みちって2022年に22歳。そうなんですよ、自分の年齢忘れても今何年か聞いたらすぐ分かる。おはよう。年齢忘れることがたまにね、超たまに。部屋寒いの、ちょっとだけ。今更なんだけど、なんで22がラッキーナンバー？22がラッキーナンバー、22日がいい日だから。そうそう、ツインテールしてて、もともと私でツインテールが大好きだったから、22を大切にしていこうと。北の一さん、ありがとうございます。目が乾燥してちゃう、みつきちゃんかわいいありがとう。そうそう、本当は STU の三次審査のオーディションがあって、そのオーディションナンバーが22番だったから、のオーディションナンバー合格した時が22番だったので、その時の気持ちを忘れずみたいな感じで22番を大切にしております。キクさん、ありがとうございます。そう、サインのね、メモね、22なんですけどね、それ知られざる出来事よ。そう、知ってる？まあ最近ね、サインがピュピュピュってなってね、サインでも2になってない時もあるんですけど、感情のキャパシティエデシン。
これ実はこれが漢字の二重になんです。そう、その話さっきしたと言われてもちょうどその後に来たから。自分言ったっけ、その話さっきしたって。後から来たんだろうなって思って言ってないんですよ、私は多分。自分で考えたサイン、そうです。しかもさ、ひらがなをさ、これひらがななんですけど、みちゆのひらがななんですけど、あんまりサインひらがなで書く方っていないじゃないですか。でも小田有奈さんはひらがななんです。そう、これはたまたま。すごいよね。おやすみ。ひらがなの方結構いるんだ。なんかサインって言ったら英語のイメージ。でもなんか早く書くときにここがいつもね、耳が難点なんですよね。うさぎとハートに見える、そう書いてますもん。みちゆハート、でもなんか変えたいな、うさぎ。もう一個ね、サインのね案をね、後からね考えついたんですよ。どうだったっけな、これかな。そう、や、やの部分はサンフレッチェを表してます。いい感じ。これ可愛くない？これ好きなんよね。でも帰れんのよ。いや、変えようと思えば変えれるけど、気持ち的に変えれんよね。そう、卒業式行ってきます。行ってらっしゃい。卒業式、ケンさんありがとうございます。
めっちゃいいと思いますね。かわいいよねあれ。でもなんかいろんなところでもサイン書いてきたからなんか買いにくいですよね。キヨさん、マセさん、ありがとうございます。うん、おじゃまるさん、ありがとうございます。でもなんかね、うさぎがねもううさぎって感じじゃないけん、私自分がじゃけんどうしようかなと思って。おはよう。たまにそっちも書いてレア度あげよう。で持ってる方いらっしゃいますよ。アカペラ配信めっちゃ楽しかった。ありがとう、嬉しい。羨ましい。そうそうそう。め、ありがとう。なんか言おうとしたのに、なんだっけ。あ、なんか書いてって言われてないと書いてないかも。この前のサインの時、この前のじゃない、サインの時今日も愛してる。 Thank you。 うん、リクエストしたら書いてもらえる？そう、リクエストしていただけた暁には書きます。おはよう。なっちゃんさん、ひでにゃんさん、ありがとうございます。おはよう。こっちも好き。こっちも好きですか。うん、お話しましょう。納豆ご飯を食べながらのコメント、あっおとといじゃない、昨日、おとといの自分みたい。マセさん、ありがとうございます。星尾くん、月見ちゃんよこれ。パジャマじゃないです。いってらっしゃい。どっちも好き、可愛いよね。おはよう。そう、コップによく書く、月見ちゃん。なんで知ってるの。納豆ご飯美味しい、美味しいね。ひろくんさん、ありがとうございます。おはよう。みちの声落ち着く。本当ですか。クロさん、ありがとう。そう、つくみちゃんは、つくみちゃん、つきみちゃんは曲線が肝やから。
カズリンさんありがとうございます。おはよう。めっちゃ音が、時計の音とヒーターの音と鳥のさえずりと、みつきちゃんは何が肝な、なんじゃろ、肝。昨日の夜ぶりにありがとうございます。何が肝ですかね。今日テストです、頑張ってください。僕の口笛本当上手。そうそう、バイトで見れんかった。そっか、カラス。みちはたまにキモ可愛くて幸せ。煽られた煽られた。元気ですよ。メジ可愛くてさえずってる、さえずってる。バイトでみちの配信見れないの嫌だからやめてきます。いやいやいや、フォローしてもいいですか。ありがとう、ぜひ。いつも可愛い、やっぱり。ありがとう。うん、おはよう。ほっぺたがキモ可愛い。キモ、お、ビッグワンガールズさん、チェキ当たりますように。黒さんありがとうございます。シュウさんありがとうございます。あ、そっちのキモ、気持ち悪いの略語のキモじゃなくて、気持ち良さそうのキモね。フォローしました、ありがとうございます。そっちか。それ分かりづらいわ。水伸びる最近。ミチって本当は神様なんじゃないか。自分もよく思ってた、それそう、神様の生まれ変わりがこの世の中には7人くらいいるんですよ。七福神か、いや11人だったかな。その一人かと思ってた。洗顔は広島の尾道じゃないや、広島の酒蔵でいただいた、なんか酒粕が入った
なんか固形石鹸を使ってます。あよ、ケンさんありがとうございます。お酒は飲めないですよ。なんか酒蔵っておしゃれだから、そうコッコとあのほのたんとお仕事で行ったんですけど、その時にいただきました。アモズさんありがとうございます。似てる？似てるってどういうこと？マセさん、深夜さんありがとうございます。神に似てる？七福神みたいな？七福神さん、おやすみなさい。でも自分が、私は神だって思いながら生活するとちょっと楽しくない？壇上登れるかなって思ったけど無理だった。しゅうさんありがとうございます。ね、マモルンさんありがとうございます。やってみて。神と神々の遊び。ごめんなさい。今日寒いね。そんなに？うわ、あれが食べたい。あのなんだっけ、よくあるやつ、あの朝ごはんですって感じのやつ、ザ朝ごはんのさ、ハムエッグ？卵に違えた、ハムに卵のっとるやつ。うわ、フレンチトースト食べたい。おいひおひ、推しに語彙力がない。誰のことだろう。スランプくんさんありがとう。いつも食べたいじゃん、かわいい。かわいいだって。ずっと食べたいって言っとこう。食べたい食べたい。カレーね。いやもうダメだすわ。あれの口になりましたわ。あれのフレンチトースト、すぐフレンチトーストの口になる。
コメントで来ただけで。そう、でも多分牛乳がないけん、かわいいの擬人化、嬉しい。なんかさ、結構お散歩が好きなんですよ私。じゃけん、じゃけんお散歩行きたいけど、歩いて行くのが好きだから。でも今花粉がすごいから、極力外に出たくないから、行きたいのにな。未知が神様なら握手会はお祭りだね。確かにすごい。いやー行きたいんですけどね、作りたいんですけど、なんか材料がなくて作れないな。食べたいけどな、作りたいけど、誰か作って持ってきてくれんかな。あ、いや卒業式、あいや輸入が足りんな。みちさん握手して風邪が治りました。おお参り行こうかや。事務所に送って、いや事務所出来たてがいい、出来たてが。豆乳でできる、豆乳もないです。料理するから買ってほしい、買ってほしい。料理できるんですか、作ろうか。いやあのね、未知の家で作りますね。皆さん作れるんですか、料理歴2日、すごい。最近始めたの？新幹線の中で作りながらプロすぎる、すごい。そりゃすごいぜ。未知より料理できる自信ある？いや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 、何を言ってるんですか。自分は結構ね、あの腕がいいから、考えなんて言えばいいんじゃろう、感覚がいい感じだから、上手上手。フレンチトーストはね、自分も作ったことありますよ。料理配信はやりません。料理配信私がしたらみんなお腹が空いて困るから。そう、いってらっしゃい。そうそうそう、ねお腹空いた、みちの作ったご飯が食べたいってなるけん、料理配信はねできないんですよ。そう、みんなのお腹を考えてそうそうそう、あのね、いろんなものを食べてもね、みちの作ったものが食べたいってなるからダメ。そう
実際は普通に普通にさできないんですけど、なかなかね、あれなんですよ。配信っていっぱい映るじゃないですか。こう背景とかそういうのが大変だから、そう、もうやったことあるけど、最初はなんか。親がそれで、あんまりうちさんでってなっとったけど、まあ、やったことあるけど、そんな感じでやってなかったんですけど、でもできるよ、やるやる、やらんやらん、やるとは言っちゃダメですね。いつかできたらいいなと思います。でここでできたらいいな、ここで、そうそうそう、ここでね、ここだったらお好み焼きとかできるけどね、そうそう、納豆を混ぜるだけでもいいから料理配信してほしい。マジ？納豆を混ぜるだけで料理配信って言ってくれるの？優しい。そうそうそう。札幌一番、うまかっちゃん、私。すぐ終わる。いやいやいや、プロいかもしれん。もしかしたら。プロかもしれん、納豆混ぜの。スムージーだ。ごめんね、スムージー、イエイイエイ、強し聞いてらっしゃい。偶然彼と会って話してたから、スムージー大好き。ラーメン食べたい、ラーメン食べようかな。最近はつけ麺にハマってます。おはよう。ラーメン、つけ麺、汁なし担々麺も好き。麺っていいよね。チキンラーメン大好き、わかる。たまに食べるチキンラーメン大好き、わかる。ビーチ推し麺、イエーイ。スパゲッティ、よいよい。カノエコさん知ってますよ、僕イケメン。蒙古タンメン食べたことないんです。行きたい、めっちゃ行きたい。最近辛さを欲す体になってて、
なっちってからね。切なさと愛しさと切なさを兼ね備えてる男子、愛しさと可愛らしさを兼ね備えてる女子、そんな二人のなんちゃらら。お仕事行ってらっしゃい。そうよ。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位、如月かおるさん。12位、そうさん。あ、紅葉見に行こうよ。11位、ムートンさん。グヘイ。10位、ヒョウさん。9位、お茶漬けさん。やー、8位、はなちゃんさん。7位、平たくさん。6位、ももるんさん。もみじまじゅう。5位、なななナムノさん。4位、チャーミーさん。だるま。3位、ケンさん。2位、アモズさん。そして1位はルルルルルルルン、じゃじゃん、つーもさん。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はルルルルルルン、じゃじゃん、りょうすけさん。あらららら、りょうすけさん。ほんとだ。13位、まさみくんさん。ありがとうございます。くどかせてくれ。おさよおさ、エンジ大好き、ありがとう。8位、うん、おはよう。今日は風待ちの再販分届く。ほんと、それでは今日も一日仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一番好き、今日も愛してる、ありがとう。サンフレ、あざしたん。就活のイベント行ってきます。行ってらっしゃい、頑張って。配信ありがとう。いい3月のスタートになりました。本当ですよ、3月だった、今日から。ありがとう。3月も七並べ頑張りましょう。ありがとうございます。5位、七
ち並べ。けんちゃんさんありがとうございます。ね、どどどどど、はい、早く会いたいね。嬉しい。泳ぎすごかった。そう、すごかった。3月は本当？ 2 月頑張りましょうって言ったから。でも2月もね、140何位で終わったんですよ。やんな、な、なので、みんな一体感と、本当。そう、今日も七並べします。そういうことか。愛は犠牲を払ってもいいと覚悟決めなきゃつかめない。早く会いに行きたい。待ってます。対戦したいわ。しましょう。それでは今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリ、おー、また今日の夜配信したいと思います。バイバイ。今日も一日頑張っていこうね。バイバイ。またね。エリリオです。バイチャラポーです。またすきなそう。バイバイ。また